今回のともチャリは10月9日10日に行われた J:COM プレゼンツ大分サイクルフェス2021の模様をお届け。試合の内容や選手のインタビューなどレースの話題をたっぷりとお伝えします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2年ぶりの開催となった大分サイクルフェス。大分市の中心部で行われるクリテリウムレースは1周およそ1キロの周回コースを40周するレースで、大分の中心部で選手同士の攻防戦が繰り広げられます。さあ、これから実際に選手の皆さんがクリテリウムレースで走るコースを走ってみたいと思います。いやー、どんなコースなんでしょうか。スタート。よいしょ。わあ、こんな感じなんだ。いつもは普通に車が通ってる道なんですけど、今は完全に交通規制がかかっていまして通行止めとなっています。こうやって街中の中心部で実際のプロのロードレーサーたちが走るわけですよね。お、選手の皆さん続々と準備してますね。はい。そしてまずは折り返し地点、これ U ターンなんですね、完全に。うわ、ここでのもうかなりのスピードで走ってますから、この U ターンでどんな曲がり方をするのかっていうのもかなり注目ですよね。さあ、そしてここからはちょっとストレートが続きます。でも続くといっても選手の皆さん速いですから、ここももう一瞬で駆け抜けていきます。そしてまずは左コーナーですね。左コーナーがあります。左コーナーがあったと思ったらすぐにもう右コーナー、このコーナーが多いこのレース場でどんな展開になるのかっていうのもかなり注目です。そしてこのストレートなんですけど、お、若干ちょっとだけ走ってみて分かるんですけど坂道になってます。選手の皆さんにとっては何ともない坂なのかもしれないですけど、まあ、何周も何周もするわけですから、このちょっとした坂がどん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 足に効いてくるんでしょうね。後半の選手の様子というのも注目です。さあ、そしてまっすぐ進んでいきますと次は右カーブです。あ、ここ結構道幅も限られてきますから、このカーブの時にどの選手が前に出るのか、どうやってチームを生かせるのかっていうその戦術も期待したいですよね。そしてもう右カーブになると最後はラスト一直線ということです。このゴールまでの直線コースでいろんなドラマが生まれます。もう最後、選手の皆さんは自分たちが持っているありったけのパワーをですね、その走りにつぎ込んでレースに挑むわけです。もうその必死の走りだったり、その形相っていうのもまたレースの注目ポイントかなと思いますね。多分この辺りからですよね、ラストスパートが始まるわけです。残り 100m で最後スプリンターの方たち、直線が得意な選手たちがバッと一気に前に出て、でどの選手よりも早くあちらの目の前にありますゴールの線を踏むわけですね。あ、すごい、スタートフィニッシュの目の前はこんなに大分駅が広がってるんですね。はあ、この大分駅を見ながら、はい、皆さんゴールということです。真剣行ってって言われましたけど、もうかなり私はゆっくり走りましたけど、これを時速 5,60 キロでどん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 選手の皆さん、大勢の皆さんがレースを繰り広げるわけです。本当たくさんのコーナーがありますので、どんな展開になるのかとても期待したいです。紀南サイクリングチーム、和歌山県を拠点とし国内外でのレース活動をメインとするチームです。和歌山県と三重県にまたがる熊野地区で行われるツールド熊野のイベント発展を目標にしていて、地域活性やスポーツ振興にも力を入れています。
厳しいレースでかなり成績残せてるチームなので、まあ、今日明日もかなり厳しいレースにして、みんながきつい状態から、チームの誰かが優勝できるようなレースを作りたいと思います。宇都宮ブリッツェン、栃木県宇都宮市を拠点に日本初の地域密着型プロサイクルロードレースチームとして誕生。日本国内のレースをメインに活躍しています。まあ、このチームは本当にチームメイト全員がフレンドリーで仲のいいチームなので、まあ、そういったチームワークの強さも魅力の一つかと思っています。はい、一レース一レース大切に走っていこうと思っています。マトリックスパワータグ、大阪府を拠点に国内外のレースに参戦。2019年から2年連続 J プロツアーで個人チームともに2連覇を達成している実力派チームです。前でレースを支配していける力を持ってるんで、やっぱ今日もできれば支配して、で最後エースの吉田選手がいけたらなと思って。チーム右京相模原、元 F1 ドライバーの片山右京が2021年に設立。神奈川県相模原市を拠点に活動し、国内のレースを中心に活躍しています。特徴は、まあ、若い選手がすごく多くて活気があるチームなんで、そういうレースをすると思います。愛三工業レーシングチーム、愛知県を拠点に活動し国内を中心に活躍しているチーム。アジア各国でのレースを中心にグローバルな環境に挑戦できる活動を続けています。スプリントできるチームっていうところと、まあ、逃げでも対応できる、どんな風に展開になっても進めていけるっていうプランをしてるんで、そこがチームの特徴だと思います。ナスブラーゼン、日本初の観光地での地域密着型のチーム。地域貢献の活動はもちろん、国内のレースをメインに活躍しています。全員が本当に前に前に行こうという積極的な走りができるチームですので、どんどん前で展開していくレースをしていきたいなと思います。しまのレーシング、1973年のチーム立ち上げ以来45年の歴史を数える伝統のチーム。これまで多くの日本チャンピオンやオリンピック代表選手を輩出し、最近では世界トップレベルで活躍する選手育成という目標を掲げ活動しています。積極的な走りを心がけて、レースでは常に先頭を目指して、応援してくださっているファンの皆様に、喜びを届けられるような熱い走りを目指しています。埼玉ディレイブ、埼玉市内を拠点に2020年から活動を開始した新チーム。埼玉から日本一へ、そして世界へ、そして埼玉へをテーマに国内のレースを中心に活動しています。荒川とか平坦が多いんで、スプリンターですとかパンチャーが多いのが特徴ですかね。はい、うまくその客室を生かして、はい、少しでもいい順位を、はい、取れればと思ってます。レバンテ富士静岡、静岡県を拠点とする地域密着型プロサイクリングチーム。トッププロチームを目指すとともに、スポーツサイクルの魅力を広め、レースはもとより自転車の普及活動を行っています。若い選手が、僕はちょっとベテランの方なんですけども、他の選手は全員20代前半なので、まあ、若さあふれる走りが僕らの売りかなと思っております。何かこうチームでこう表彰台に立てるようなレースができたらいいなと思っております。ビクトワール広島、2015年に中国四国地方初のプロ自転車ロードレースチームとして広島に誕生。国内のレースを中心に活動し、 J プロツアーでは2018年にチーム史上初の優勝に輝いています。阿蘇選手がやっぱり力的にも1個頭抜けているので、僕らがいかにアシストして1位を取れるかっていうのをしているので、そこが強みです。 VC 福岡、
岡を拠点とし、地域密着型チームとして活動。全国各地で行われるレースに参戦しています。今年から若手のメンバーが非常に全国してくれて、若々しく若々しい走りでレースを盛り上げる走りが一番強いです。シエルブルーカノヤ、鹿児島県を拠点に活動し2015年発足。今シーズンからは鹿屋体育大学 OB 選手を中心に国内のレースに本格参戦しています。今年からロードレースに参戦するようになったんですけど、現役の大学生も含めて、若い選手が多いチームなので、積極的な走りっていうところが、チームの、強みだと思います。そして大分市を拠点に今年誕生したスパークル大分レーシングチーム。市内にはカフェカラーズを構え、選手と会えるお店として大人気。大分の皆さんから愛されるチームです。選手は日本トップクラスのスプリンターが集まり、厳しいロードレースでも粘り強く走る姿は見る人に感動を届けています。最後クリテリウムも何戦かありますので、得意なレースでしっかり結果を収められるように頑張りたいと思います。特にファンの皆さんにはどんなところを見てほしいですか？そうですね、やっぱり僕の場合はやっぱりクリテリウムで、チームとしてはオールラウンダーな選手もいますので、全レースしっかり注目して応援してくれたらなと思います。いつも応援ありがとうございます。大分サイクルフェスも大変応援が多くてすごい力になりました。引き続き応援よろしくお願いします。そうですね、僕はアシストなので、誰かを勝たせる動きができればなと思います。応援よろしくお願いします。今年はプロとして初めて参戦されていますが、いかがですか？そうですね、いろいろ難しいことも多いんですけど、案外手応えがあった部分もあったので、しっかり頑張ろうと思います。どういうふうに力を発揮していきたいですか？そうですね、チームのために動いていきながら、チャンスがあったら自分でも勝負ができるようにしっかり積極的に動いていけたらなと思ってます。応援よろしくお願いします。今回のともチャリは10月9日10日に行われた J:COM プレゼンツ大分サイクルフェス2021編。出場選手の紹介や大会の様子をご紹介します。レースがやっぱこれだけの数の自転車が通るとやはり圧倒されますね。1日目は1周1キロ40周回で争われるクリテリウムレース。時速60キロ近くの速さで駆け抜けるスピード感やコーナリングのテクニックが見どころです。孫崎選手だ、頑張れ。うわー、それにしても迫力がすごくて、あんなに体を傾けるんですね。うおスピード感に圧倒されます。かっこいい。周回賞をかけた10周目はスパークル大分レーシングチームの孫崎選手が獲得。地元の意地を見せつけました。スプリント賞しっかり孫崎が先着ですね。またここも新たに落車。その後20周目に起きた落車をきっかけに集団が分裂。先頭グループは20名ほどに絞られます。さあ、いよいよ最終周です。次このスタートゴール地点に来た選手が勝者となります。ファイナルラップはデッドヒート。集団をリードしていた緑のユニフォームマトリックスパワータグが前に出ますが、赤のユニフォーム宇都宮ブリッツェンが最後の最後でリードを取り返し、選手3名が横一線に並ぶ展開に。すごい、ブリッツェの選手が優勝です。この勝負を制したのは宇都宮ブリッツェの小野寺玲選手でした。
熱したレース展開でしたね。もう本当に興奮しました。皆さんお疲れ様でした。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。今のお気持ちをお聞かせください。はい、もう率直に久々に自分の中でも勝利だったのですごい嬉しいです。満足してます。もう最後のポーズが印象的だったんですけど、あのポーズは？そうですね、今年の1勝目と引き続きちょっと馬娘っていうゲームからちょっとインスピレーションをもらって、はい、やらせていただきましたね。馬娘チームの皆さんお好きなんですか？僕やってる人はメカニックとかも何人かいるんですけど、はい、まあ、あんまりチームメイト選手ではそういう同じ話はできないですね。そうですか。今大人気のでもアニメになってますよね。そうですね、アニメもゲームも人気ですよね。はいはい、何かこう大分の好きな食とかはありますか？いや本当にこれがレースでなくてコロナ禍でなくて本当に楽しめる、何でも自由に楽しめるっていうんだったら、はい、もう僕食べるの大好きなんで、もう何がありますか？そうですね、鶏天だったり、あと痩せ馬とかも郷土料理となってます。あ、馬ですか？はい。あ、あ、ごめんなさい、馬じゃなくて、あ、ごめんなさい、痩せ馬っていう、馬じゃない、卵黄を棒状に伸ばしてきな粉をまぶすデザート的なものがあるんですよ。あ、なるほど、はい、それが痩せ馬というものなので。なるほど、多分駅とかにも売ってるかもしれませんので、じゃあぜひちょっとレース後帰る前にもし見つけられたら痩せ馬。はい、周回賞おめでとうございます。ありがとうございます。今までと違ってなんかもうレース前からもうこの会場が徐々に準備されていくのを見て、あ、自分たちのこの住んでる街、活動してる街でこうやって大きなレースができるんだなって、すごい、なんだろう、いつものレースに参加する気持ちと違う、こうなんか違う頑張ろうっていう気持ちが出てきて、すごいレース前から楽しかったです。はい、まだ明日あるんで、明日も僕がすごい狙えるようなコースだと思ってるんで、明日こそは力でしっかり表彰台、まあ、勝ち優勝狙って、頑張りたいのと、まあ、この後まだ一応 JCL が、まあ、今月末にもレースが決まって、一応予定では11月頭にも最終戦があるので、まあ、まだシーズン続くのと、あとまあ2週間後に全日本選手権もあるので、あと1ヶ月少し、シーズン続きますので、そこまでしっかり集中して、全部結果出せるように頑張りたいと思います。今回のトモチャリは J:COM プレゼンツ大分サイクルフェス2021の話題をお伝え。1日目は大分市中心部でクリテリウムレースが行われました。さあ坂道を駆け上がってきました。前行くこのフランシスコ・マッコリア、こいつユーマ選手との選手の皆さん必死の競争です。どうでしょう、もうちょっと時間も経ちましたので、さあ2日目の今日は大分アーバンクラシックが行われています。このレースは全およそ150キロの長距離レースとなっていまして、いろんな展開が期待されます。昨日のクリテリウムとは打って変わって、このアーバンレース、こちらも楽しみです。2日目に行われたアーバンクラシックは1周 11.6 キロを13周する全長 150.8 キロメートルのコース。アップダウンがあり、テクニックや持久力などが求められます。さあ、J:COM プレゼンツ大分サイクルフェス2021三菱地所大分アーバンクラシック 150.8 キロのレースがスタートしました。新型コロナウイルスの影響で大会が危ぶまれた面もありましたが、無事開催できました。今のお気持ちいかがでしょうか？正直もうほんと安堵しております。この大会をきっかけに大分がどういう風に自転車で盛り上がるといいなと思われますか？もともと自転車っていうのは スポーツに関しては非常に理解がありましてですね、大分市をはじめ県の方も大変熱心に応援していただいております。で、自転車の歴史っていうのはやはり第一次国体からずっと連続してですね、大活躍してレベルも高いしね、で手前味噌になりますけど、競技運営能力もかなり九州ではナンバーワンです。で、まあ、そういう意味では自転車を通じてですね、青少年の健全な育成といいますかね、まあ、それに、まあ、我々が力を貸せるという状況になりつつあるので、まあ、今後の励みにしたいと考えております。実際今日の皆さんの走りご覧になっていかがですか？私ももともとライダーでありましてね、高校大学プロともう30年以上自転車に携わってますので、まあ、すごいなと思うとつつ当時を思い出してね、ちょっともう大変だなと思ってドッとしますね。
レース序盤から全チーム前へ前へと動く展開。プロとともに学生選抜チームも奮闘します。しかし幾度となくアタックが繰り返され、一人また一人と落ちていきます。やはり周りの協力メンバーからすると脱落する選手が増えていく中、以前高校生の頃取材した翔野選手も粘りの走りを見せていました。あ、翔野くん残ってますね。うわ、頑張ってほしい。すごくきつそうでしたけど、頑張れ。後半には逃げグループが数名に絞られますが、ファイナルラップでマトリックスパワータグのフランシスコ・マンセボ選手は加速。マンセボがマンセボしてる感じですよね。完全なマンセボでした。圧倒的な強さを見せつけ、独走優勝を飾りました。パワータグフランシスコ・マンセボ、チームジャージをアピールしながらフィニッシュライン完璧。今日はマンセボ祭りだ。後方集団ではスパークル大分レーシングチームの孫崎選手が不屈の精神を見せ、4位入賞をもぎ取りました。ここは地元の意地をかけて孫崎先着見事。孫崎、麻生、伊藤、小林、マリノ、止まる場というところでしょうか。さあ、先ほど試合が終わりまして、選手のピット内に入ってきました。皆さん死闘を繰り広げましたので、こうぐったりとした表情、やりきった表情が浮かんでいます。さあ、そしてスパークル大分レーシングチームの孫崎選手も入賞されたということで、お話を聞いていきたいと思います。入賞おめでとうございます。そうですね、一人になってから、できることがあれしかなかったんで、正直逃げに乗れるのが本当は良かったんですけど、乗っても結構厳しい展開だったみたいなんで、前も、それでも何もできないよりかは最後は攻めてなんかできて良かったです途中も一人だったんでちょっと心細かったんですけど、その応援で一人でもできることをやろうっていうふうに、本当にその応援に応えれるように、何か本当にできることを全部やりきろうと思えたんで、本当に力になりました。そしてプロとともに地元大分で走り切った学生選抜チームの翔野選手にも話を聞きました。いや、お久しぶりにお会いした翔野選手がこんなに大きくなられて結構馬体も大きくなりましたね。特にウェイトとかはしてないんですけど、乗り込みでなんとか体だけはでかくなりました。あ、そうですか。今日150キロ見事でも完走されました。そうです、結構150、今回のロードを想定して東京でも日大の方で少し練習重ねてたので、走れるとは思ってたんですけれど、やっぱりこの速い展開での、アタックだったりとかに対応できなかったところがあったので、やっぱりインターバルトレーニングも今後入れていく必要があるのかなと思いました。こう選抜に選ばれて、その大分の地元のレースに出られるというのはどんな気持ちですか？そうですね、すごい、周りからの期待もあると思いますし、地元の力でなんとか最後まで走り、ラスト1周でちょっとつってちぎれちゃったんですけど、やっぱ地元の、僕の家の周りの人たちだったんで、やっぱり地元の声援のおかげで走り切れたと思ってます。もっと力つけて次はプロとして帰っていきたいなと思います。さあ、2日間にわたって行われました J:COM プレゼンツ大分サイクルフェス2021が終了いたしました。いや、本当にこの大分の地であんな熱戦が繰り広げられるというのは本当に嬉しいことですし、また感動いたしました。また来年もこの大分サイクルフェスが開催できるように祈りつつ、大分の地から自転車を盛り上げていきたいなと思います。次回のトムチャリもどうぞお楽しみに。ここでプレゼントのお知らせです。ともチャリオリジナルマスクを3人にプレゼントします。ご希望の方は番組の感想など必要事項をお書き添えの上、ご覧の宛先までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしています。